ておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、今日は新年一発目で、集まりとか多いと思うんですけども、そういう時に使える、まかずにまた使える大人っぽ清掃アレンジです。集まりとかでちょっとイメージアップに見えると思いますので、皆さんぜひやってみてください。はい、ではそれでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴出します。オイルを全体的になじませます。サイドの髪の毛をこの辺りで取り分けます。両サイドの髪の毛を一つに持ってきてゴムで結びます。ゴムを少し下にずらしてくるりんぱしていきます。下の髪の毛を半分に分け取り、ゴムの上で一つにまとめてゴムで結びます。結んだ髪の毛を少しゴムを下に引っ張りくるりんぱします。くるりんぱしたゴムの近くを一箇所ずつ軽くほぐします。トップの部分も軽くほぐしていきます。真ん中ぐらいで結びます。ゴムを少し下にずらしてくるりんぱします。ゴムを持ってゴムの近くから1箇所、2箇所、3箇所、4箇所ほぐします。ヘアアクセを使います。ゴムの上の部分にヘアアクセをつけます。新年の集まりに使える、今日も巻かずに、そして今日はくるりんぱ3回でほぐすのはくるりんぱのところとトップだけの簡単なアレンジになっております。ぜひよかったら参考にしてみてください。今年もよろしくお願いいたします。バイバイ。Thank you.